セサミストリート、セサミストリート、セサミストリートは、アメリカの非営利番組制作会社、チルドレンズテレビジョンワークショップ、チルドレンズテレビジョンワークショップ、現、セサミワークショップ、セサミワークショップが制作する、マペットキャラクターを使った子供向けテレビ教育番組、および同番組の舞台となる、架空の通りの名前である。百六十九年のアメリカでの放送開始以来、 40年以上にわたって140以上の国と地域で愛され続けている。セサミストリートとは番組の舞台となっているニューヨーク州マンハッタンにあるとされる架空の通りの名であるアラビアンナイト千ヒトヨ物語のアリババと40人の盗賊の中にてくる呪文、アケゴマオープンセザムから来ており、宝物が隠されている洞窟がアケゴマの呪文によって開いたように、 この番組によって子供たちに新しい世界や知識の扉を開いほしいという願いが込められているとされる。この通りのテラスハウスに住む人間やマペットたちの話を中心に様々な修学前教育を目的としたコーナーが放送される。番組が子供たちに親近感を持ってもらえるような工夫の一つに番組のシンボルキャラクターであるビッグバードをはじめ多くのマペット 操り人形及びマペットキャラクターが登場しているのが挙げられる。この番組から生まれたマペットは個性豊かなキャラクターで世界中の多くの子供たちに愛されている。番組に登場するマペットは主に人間型、動物型、モンスター型とがある。マペットの創演者、マペティアは同時に声も担当し、時にはアドリブも繰り出すことがある。マペットのデザインは ジムヘンソンが手掛けていた。なお、マペットとは、マリオネットとパペットを組み合わせたヘンソンの造語である。マペットには二人以上の葬演によって滑らかな動きをしているものがあるが、これはヘンソンが来日した際に干渉した文楽がヒントになっている。ヘンソンは生前、番組内で、アーニー、カーアミットなどの葬演、声を担当していた。その他、マペットが出演する。 テレビ番組にマペット放送局があり、劇場版もある。ヘンソンの作り出したマペット第1号である、カーミットはどちらにも出演している。フトセンは日本版、テレビ東京版にも登場したマペット。1987年、マリアと結婚した。1989年、娘のガビが誕生。アメリカ本土での評価は高く、単なる。 子供向けの教育番組にとどまらず、有名ミュージシャンが手掛けた良質な音楽や、古い映画、テレビ番組のパロディなどもあるため、大人のファンも多い。カー・ペンターズのシングなど、番組初のヒット曲も存在する。1971年に NHK が制定した教育番組の賞である第7回日本賞グランプリを受賞している。 デイタイムエビー賞も2009年までに122個受賞している。また、最も人気のある子供向け教育番組としてギネスブックにも登録されている。日本の子供番組、ひらけ、ポンキッキとカリキュラマシーンは当番組をモデルに制作された。CCTV 中国中央電子台や NHK の協力のもと中国や日本の平安神宮など アジア各国のロケを行った回もある。ワンポイントで有名俳優、歌手が出ることがあり、それが一つのステータスにもなっている。1989年にソニークリエイティブプロダクツが日本におけるライセンサーとなり、キャラクター商品の販売が開始されたが、NHK 版の終了とともに権利を解消する。二千三年、アサツディ、テイヤ、ウィーブなど数社が日本における 商品化及び、プロモーション事業のマスターライセンスを取得した。2004年、アサディケイ、ウィーブ、日本経済社、テレビ、東京ブロードバンド、オデッセイコミュニケーションの5社が出資し、日本における、セサミストリートの権利の管理などを行う業、セサミストリートパートナーズジャパン、SSPJ を設立。同年、サンリオが、日本での商品化における、サブライセンスを取得し、 キャラクター商品の企画を開始した。2009年、2010年3月31日をもって SSPJ が解散すると発表。2010年以後、日本におけるセサミストリートの権利の管理などは、米国セサミワークショップが株式会社ウィーブをエージェントとして直接行っている。日本では、 日本賞受賞を契機に賞を設けた NHK が教育テレビジョン、E テレで英語教育番組として英語オリジナル版以下オリジナル版を1971年7月21日から8月31日までの午前9時0時、再放送では午後1時から2時までの放送、夏休みスペシャルと12月25日から12月31日までの冬休みスペシャルに放送し、 1972年1月1日から1月7日までお正月休みとして放送。1972年4月9日からオリジナル版でレギュラー放送が開始された。1991年度より視覚障害者向きに副音声による解説放送を実施の上で放送された。英語のセリフを理解できるように長らくセリフを翻訳したテキストが NHK 出版から発行されていたが、1998年より2カ国語放送となり、ビッグバードなどの登場キャラクターの声が日本語でも蹴るようになった声はテレビ東京で放送されていた日本版とは異なっている。テキストについては2カ国語放送化に合わせて休館されている。制作プロダクションである。 セサミワークショップが幼児向け教育番組としての日本版の共同制作を要望したことに対し、NHK 側は英語教育番組としてのオリジナル版の放送を継続したいということを理合いがつかなくなり、2004年4月3日をもって NHK での放送を終了した。ふとじはマペットキャラクターを演じた声優、NHK 教育テレビ、E テレの放送時間。 NHK 版の終了から半年後、テレビ、東京系列で、日米共同制作による日本版、セサミストリートが2004年10月10日、午前9時、より、放送開始された。BS ジャパン、3日遅れアニマックスでも、時差放送されていた。日本で制作されたマペット劇が中心で、心、字我、感情表現や、自然、環境をメインに取り扱っていた。 日本のセサミストリートにはコンビニがあり、ストリート以外でもセサミの森という場所が登場した。また、アメリカなどで制作されたライブラリー映像も合わせて放送したり、イングリッシュ、オンストリートという英語を教えるコーナーも登場した。この番組内では日本だけのオリジナルキャラクターが登場した。2005年10月3日から2005年12月23日にかけて、 平日対番組として、早朝6時40分6時45分に5分間番組のプチプチ、セサミストリートも放送された2006年1月9日から2006年3月31日までは再放送。第76話、2006年4月2日より番組がリニューアルされ、グローリーとメグが日本オリジナルキャラクターとして新たに加わった。また、 出演者にコミュニティセンターのおじさんとして、戸田ダリオがヒューマンキャラクター出演者として加わった。さらに、英語コンテンツの充実が図られた。また、第100には2006年10月1日より国際性を育むをテーマにリニューアルを行ったことに、伴い、マペットが一般家庭を訪問するコーナーが追加された。また、エルモズワールドを 一部日本で撮影されたものを加えるなど再構成したものを放送するようになった。2007年9月30日をもってテレビ東京系列での放送を終了した。この枠での3年間の放送は子供向け番組枠になった2002年7月以降の番組としては最長記録。日本版の制作にあたってはセサミストリートアドバイザーボードが組織され、 日本の子供たちの直面する諸問題をリアルタイムに把握し、番組のカリキュラム作りに反映している。アドバイザーには、放送大学教授、長野茂氏、国際幼児教育学会会長で、筑波大学名誉教授の松原あ也、文部科学省幹部で、デザイナーの松浦きり、筑波大学附属小学校元副校長の清水、高志などが名を村じた。 2006年3月19日放送分で数字を英語で教えるアニメーションコーナーで一つの数字につき1秒間に12回の光の点滅通称パカッパカを使いアニメーション等の映像手法に関するガイドライン光の点滅は1秒間に3回を超えて使用してはならないとの規定に抵触していたことが発覚した当時の報道によると同番組を視聴して 体調不良になった視聴者は出ていないとのことだったが、テレビ東京は同番組を録画したビデオ DVD の視聴を避けるようにと注意を呼びかけた。当番組の中の一つのコーナーだったエルモズワールドは後に単独番組となり、アニマックスやディズニーチャンネルで放送された。エルモズワールドとは日本でも人気の高い赤いふさふさの毛と大きな目が特徴のエルモが 毎回決めたテーマに沿って、靴の履き方や手の洗い方、歯の磨き方など、身近なものについて、テレビの前の子供たちと一緒に楽しみながら学んでいく、地域性豊かな番組である。東京都飽きるの市に、東京セサミプレース、1990年10月1日開園、という、セサミストリートをテーマにした、テーマパークがあった、東京サマーランド。 東京ムツゴロウ動物王国に隣接が206年12月31日に閉園した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・ USJ ではセサミストリート 4D ・ムービーマジックがあり、セサミストリートのキャラクターたちによる園内随所でのライブショーやウォークアラウンも盛んに行われている。また、2011年3月31日に10周年を迎えた。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは14番のシアターにてセサミストリートのハッピーサプライズのショーが行われてた2011年2月28日から2012年2月26日2012年10月に行われたアメリカ大統領選挙前のテレビ討論で共和党のミッド・ロムニー候補が公共テレビへの補助金打ち切り制作の一例として人気キャラクターの ビッグバードは好きだが財政赤字を増やしてまで国が支援すべきでないと番組終了を匂わす発言をした。この発言に民主党がロムニーはウォール街の富裕層を優遇する姿勢だという概要のネガティブキャンペーン M を放送。これに対し共和党は大統領は国民でなくビッグバードを助けるのに躍起になっていると弁解している。当番組で使われている数字。 アルファベットの書式はフーツラが多く使われているが、数字の1は上部の髭飾りの部分が省略され、小文字の L とほぼ似ている。また、4は斜線部と縦棒が繋がっていない形になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。